経済学部の4回生で、前期関西選手権があった時に主将を務めておりました、近藤裕太郎と申します。自分が乗ってた船なんですけど、まあ、自分が一応学年的には4年生ということで、で、あとが3年生、3年生、3年生、2年生っていう構成だったんですけど、練習であったりとかもちょっと考えたりであったり、まあ、みんなをまとめて、どう、その次の大会、優勝者大会に持っていくかっていうところは、すごく、そこは大変だったなというふうには思います。まあ、原点って言われるとすごい難しいんですけど、まあまあ、自分がこう、ボート部に入ったきっかけっていうのは、まあ、入学って決まった時に、こう、入学の冊子が送られてきた時に、部活紹介っていうのがあって、あ、すごいなって思ったのが、まあ、きっかけであって、まあ、もともと僕自身、吹奏楽部で、中高とやってきて、運動部っていう、こう、クラブとかで、やってきた経験がほぼなくて、自分が入って大丈夫なのかなっていうのはすごく感じてたところはあったんですけど、まあ実際に行ってみるとそんなこともなくて、まあ、経験者の人に限らず未経験者の人もいて、まあそういうの中でこうみんなでこう初心者からでも全国で日本一になるってことを目標にしてやってたって、一つの目標に向かってやってたってところですごい魅力を感じて行ったっていうのがありますかね。けど、まあ自分自身こう1年生の時から先輩方と一緒に練習させてもらうことが結構多くて、その先輩を見て、その先輩を越すように、その先輩を抜かすようにって思いながら練習してきた部分がすごい大きかったので、その人たちがまあ一番のライバルかなっていうふうには思います。まあ、あと、後輩に関してもすごい伸びてきてて、その後輩自身もすごい自分にとってはライバルとして見てる部分はすごくありました。はい、で、同級生に関しても精神的な面とかいろいろサポートしてくれた面であったりとか、まあ、一緒にこう過ごしてきて、一緒にこうボートをやる中で一緒に頑張っていこうっていう、そういう思いを持って一緒に過ごしてきたっていうところでは、まあ、戦友というか、まあ、自分たちがこう関西の大会で優勝したみたいなことになったんですけど、それも全部、まあ、自分たちだけじゃなくて、みんなで、勝ち取ったものだと思ってるので、同級生とか、まあ、後輩とか、まあ、部の全員みんなが、まあ、戦友といえば戦友かなというふうには、はい、思います。データサイエンス学部3回生で、ボート部では主将を務めさせてもらってます、野田亮です。経済学部経済学科3回生の桜井隆起と言います。経済学部3年の藤野孝也です。経済学部2年生の梅田国と申します。僕はコックスっていうボートの中で舵取りですね、パイロットのようなのもやっております。僕は関西選手権の会場に行くまでは正直不安な気持ちが多くて、まあ、そこまで自信がなかったんですけれど、会場に行って練習とかしていく中で、その自分の感触とかその今までの練習のでやってきたことに自信が少しずつついてきて、その中で自分の自信を見出してレースに臨むことができました。ここ最近はそうです、後輩先輩関係なくこう追い抜いてやろうっていう、先輩抜かしてやろうみたいな、まあ、さっき切磋琢磨って言ったんですけど、そういう雰囲気が流れてて、まあ、競争力が結構生まれてきてるんで、いい流れができてるかなというふうに思ってます。はい、まあ、今期の目標は優勝なんですけど、その先の全日本でなんとか最終日準決決勝に残れるように、関西の優勝をバネにしていけるような優勝を目指したいと思います。僕らでは気がつかないことを言ってくれたりするので本当に助かってます。ボート部というかレース中はやはり僕ら船に乗ってる人たちが目立たないんですけど、やっぱりそういうところ目立たないところでもしっかりやってくださってるところには本当に感謝しかないです。すみません、いつもありがとうございます。
OB、OG の皆様方、日頃のご支援ありがとうございます。キラキラ基金であったり、あと涼水会の支援だったりっていうので、ご支援いただいたおかげで、関西選手権優勝という結果を残すことができました。これからも、ご支援の方お願いいたします。Thank you.